りや、私の場合は本当に行き当たりばったりで移住してきまして、まあ、なかなかここまで適当な人もいないと思うんですけど、山口さんも初めね話した時は呆れたんですけど、私が一度にだけでもそもそも山口さんに連絡した時はメルボルンに引っ越したいと、え、なんでですかっていう話を聞かれて、インターネットで世界で一番暮らしやすいとこ都市はどこかっていうランキングをイギリスの新聞か雑誌がやってまして、それで1番が、カナダのバンクーバーで、2番がメルボルンっていうのがあって、まあ、カナダは寒いし、オーストラリアだったら、まあ、ゴールドコーストとケアンズ行ったことあったんで、まあいいかなっていうので、それで問い合わせたんですね。で、たまたま山口さんが日本にいらした時に私会ったんですけど、もう山口さんの頭の中は普通移住するわけですから、シドニーどの辺住みたいのって話から始まるんですね。で、どの辺も、あ、シドニーじゃなくてメルボルン、どの辺に住みたいのって話が始まるんですけど、いや、行ったことも全くないんで、別にどこっていうのはないですって言ったら、え、そうなの、あ、そう、それ大丈夫なのかっていう話で、で、山口さんはどこにお住まいなんですかって言ったら、シドニーって言うから、ああ、じゃあ山口さんがシドニーにいるんじゃシドニーでいいですって感じで、え、そんなんでいいのって感じそんなんでいいのって感じですよね。で、いや、どっちみちね、どこ行っても別にオーストラリアには知り合いもいないですし、まあケアンズとゴールドコーストに旅行で行ったことがあったと。まあ、ただゴールドコーストで世界中カジノで遊ぶのが好きだったんですけど、ゴールドコーストはプラスになってたと。ほとんどの国でマイナスなんですけど、ゴールドコーストはプラスになってたんで、結構いいイメージがあったんで、カオスラリアに行かないんで、そういう、まあ、ちゃんぽらな決め方で、